はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、またしても、エチコビールですけど、エチコビールのプレミアムレッドエールということで、赤いやつですね。はい。これは何だ？特に何にも書いてないけど。アルコール度数 5.5%。原材料が麦芽とホップだけなんで、まあ、麦芽 100% ビール。ということなんでしょうね。色が赤いのか。よいしょ。あ、琥珀エビス的な感じなのかね。まあ、いわゆる琥珀エビス的な感じですね。ただなんか、これまでの琥珀エビスとかとちょっと違う感じが、香りが。するんですが、やっぱフルーティーですね。ウィキペディアで書いてあります。レッドエールはアイルランド発祥のタイプである。麦芽に加え、焙煎した大麦のため、わずかに赤色となる。一般的にかなり低アルコールであるが、輸入向けの強いバージョンも醸造される。レッドエールはイギリスのエールより苦味とホップの香りが弱く、麦芽とキャラメルの香りがする。あなたの知らないビールの世界。というサイトで見てみますと、エールスタイル一覧。そもそもレッドエールなんての、ここには載ってないですね。エチゴビールでググってみると。あった。アメリカンペールエールっていうスタイルらしいです。柑橘系プラスハーブのような爽やかなホップフレーバーがよく目立っている。渋いような酸っぱいような、それこそオレンジの皮をギューと絞って入れているかのような味で、後味では渋みが強調される。ホップの華やかなキャラクターと比べるとモルトは弱く、比較的軽いボディで甘みは少ない。てか香りがなんかすごい変な香りですね。これ。で、軽い。軽い。なんかすごい軽いですね。別にそこまで苦くもない。いちごビール。なんか、
ちょっとあれですね。変わったビールだね。今まで飲んだことのある味わいではないですね。これは。越後ビールのサイトによると、美しい赤色のエールビール。ホップ由来のしっかりとした苦味、柑橘系の香り。コクのあるミディアムボディの味わえるビールだそうです。苦いかな、これ。個人的には別にそこまで苦くはない。だけどね。まあ、いわゆる、ペールエールビール。的な感じなんでしょうけど、まあ、そもそもこの越後ビールの缶タイプのやつだと、ペールエールって売ってないんですよ。瓶のやつだったら売ってるんだけどね。なので、とにかくフルーティーな感じがするね。なんか。ペールエールは、やっぱり夜な夜なエールが一番うまいな。夜な夜なエールに比べて苦味が全然弱い。というより夜な夜なエールが苦すぎたんだと思う。多分。どうしても、あっちに比べちゃうね。あと、バスペールエールですね。これも美味しかった。非常に。それに比べるとちょっと、個人的に、あんまり、まあ、見劣りするなと。いう感じはあります。これ、微妙だな。これ微妙だな。三つ星にしようかな、これな。いや、三つ星があれか、さすがに。全然苦くないね。飲めば飲むほど。全然苦くない。全然苦くないんですよ。ただし、香りがすごいんですよね。すごいっていうか、非常に強い。のは分かった。これはちょっと個人的に買う価値はあんまりないな。まあ甘いといえば甘い。やっぱりちょっと濃さが足りない、コクが足りない。かなりさっぱりしたあっさりした系のあれですね。
なんで、個人的には、なんか、うん。いや、越後ビールのサイトには、苦くて濃いって書いてあるんですけど、全く個人的には逆じゃないかなと、思われます。こういうのがよくわかんないんだよな。うん。まあ、あくまで俺の舌ということです。ね。うん。プレミアムレッドエールか。まあ色が、まあ確かに赤いといえば赤いのはいいんだけど。まあでもこれはちょっと。うん。そう。プレミアムレッドエールって書いてるから、てか、エールって、まあ、いわゆるペールエールですよね。ペールエールってやっぱり苦くて、濃くてっていうのが一般的だと思うんですけど、こちらは全くもって逆じゃないかな。ピルスナーっぽいですね。薄い。で、飲みやすい。ただ香りが強い。といったところでしょうか。うん、これはちょっとコクが全然足りないね。もっとやっぱりエールと名乗るんだったらなあ、あれですよ、俺もさ、個人的にさ、なんだけど、よくほら、まあ、どっかのサイトに書いてある、グラフみたいなのあるじゃん。こう、十字があって、で、こっちに行けば行くほどコクがあって、で、こっちに行くほど苦味が強くて、とか、こっちは逆にキレがあって、苦味が弱いとか、こういうさ、このグラフがさ、あれだよね。まあ、ブログとかだったらほら、こういうの載せられるからいいけどさ、動画の場合ってさ、これ、なかなか載せられないんだよな。なんだ。あなたの知らないビールの世界にも書いてありますけど、やっぱこういうグラフがあると非常にわかりやすい。見てる人に非常にわかりやすいんですよね。やっぱこの人はちゃんとわかってる。コクが深くなくて逆ですね。爽快で苦味が弱い方に、そのグラフで位置はあるんですよね。その位置にあるんですよね。うん。こういうのを俺作りたいんだけどな。こういうのな。味のグラフ的な、ね、感じ。なんか。ただこれだけだとわからないこともありますよね。やっぱり香りとか。香りが強い、弱い。あとなんかあるか。色が濃い、薄い。この4種類ですかね。だからもうそれはもう、またもう一個グラフ作って、また4つこうやれば、まあ、つまりグラフを2個、用意すればもうこれ完璧なわけですよね。うん。うん。やっぱそれが強みですよね。ブログとかの。
強み。動画だとやっぱり、それは、難しい。うん。まあ別に難しいといえば、まあ別に難しいってほど難しくないんだけどね。ペイントでこうピーピーピーって書いて、ポイポイって言って書いて、それ貼り付けられるだけですからね。ぶっちゃけた話。うん。ただ俺が編集めんどくせえからっていうだけの話ですけど。だから、画面にね、自分自身が画面にこう、ペペペーとこう、ペイントでこう、描けるようになれば。これ描けないんだよな。編集とかでできるかな。よくわかんないけど。動画加工ツール。音声、アノテーション。字幕。アノテーションってのは何なのかわからない。キャプションや字幕を追加すると。字幕って、うん、やっぱりこう、画面自体に、こう、ピピピーとこうね、書くことはできないと。やはり。ペイントみたいに。うん。それができるんだったらもう、だからここで、こうパパパーと書いて、図を手書きでこう書いて、書いて、ここら辺ですよ、とかって。苦味は弱くて、香りも、香りは強くて、ね、色は割と濃くて、コクは弱いとかさ、書けるわけです。ね。うん。うん、まあ。いいや。これ四つ星です。はい。ご視聴ありがとうございました。